はい、どうも皆さんこんにちは、凡人です。今回はですね、FC 岐阜に久保田和音選手が新加入というところが発表されましたので、今回はこちらの選手について少し紹介していきたいなというふうに思っております。はい、ということで久保田和音選手ですね、こちらはどうやらレンタル移籍というところだそうなんですけれども、まあ新しくこうやってね、FC 岐阜に加入してくれることが決定しました。彼はもともと愛知県の出身なんですけれども、高校は大阪桐蔭の方に進学して、プロ入りは鹿島アントラーズに入団しました。まあ、ただどうやら鹿島アントラーズはちょっとね、なかなかレギュラー出しというところには繋がらなかったようで、まあ、そこから岡山に行き、松本に行き、そして群馬に行きまして、そしてこの FC 岐阜というチームに加入してくれることが決定したというところになります。彼の一番の特徴は、まあ、非常に攻撃的な選手っていうところで、群馬ではですね、まあ今年に関しましては公式戦8試合の出場にとどまっていたわけなんですけれども、ボランチ起用というところになります。ただ僕はイメージとして松本の時にね、結構試合を見てましたんで、まあ、彼はその時は3バックの、まあ、シャドウの位置ですね、 3-4-2-1 の2のところをやったりとか、何試合かウィングバックのところやったりとかボランチやったりとかっていうのもあったんですけど、非常に攻撃的なね、センスがある選手かなというところを感じていました。なので、まあ、今 FC 岐阜は正直サイドハーフのところですね、久保田や村田がやる予定の、まあ、あの位置のところが、まあ、ちょっとまだ手薄かなっていうようなイメージがありますんで、起用するんだったらそういうワイドでのね、使い方っていうのも、まあ、できるんじゃないかなというふうに思います。先ほど攻撃的っていうところを話したんですけれども、どんどんやっぱり前に仕掛けていって、まあ、ラストパスをお膳立てしたりとかですね、自らペナルティエリア内に突っ込んでいくようなプレースタイルっていうところを、まあ、見せてくれる選手なので、まあそういったところをね、この FC 岐阜でも期待していきたいなっていうところは、ありますね。今 FC 岐阜は、まあ今年はね、非常になんか名のある補強というよりかは、実力ある補強っていうところをね、できているシーズンだというふうに思うんですけれども、まあ特に久保田選手なんかはですね、本当にまああと少しなんかこう、一歩ね、光り輝くものを発見できれば、本当にグッと伸びる選手の一人っていうところで、昔から結構注目されていた選手ではあるので、ぜひ、この FC 岐阜のこの1シーズン通してね、そういったものを発見していってもらえればなというふうに思っています。まあ彼はこのフットボールラボのデータ的に見ると、まあおそらく一番得意なのはやっぱりドリブルでちょっと相手をね、抜いたりとか仕掛けていくところが、まあ、数値的にはね秀でているかなというような印象で、なんでまあ先ほども言った通り、やっぱりボランチでちょっと低めの位置で構えさせるよりも前の位置ですね、まあ、トップ下であったりとかシャドウ、そして先ほども言った通り今サイドハーフの人員が足りてませんので、まあ、サイドでの起用っていうのを増やしていくっていうところも、まあ、非常に考えられるんじゃないかなというふうに思っています。新しくね、上野監督と天野ヘッドコーチの下でどのような攻撃とかね、そういったチームの戦術的なことを組み立てていくのかどうか、まあ、個人的にはちょっとわからないところが多いんですけれども、まあ、その中でもやっぱりこうやって攻撃的な選手がねまた加入してくれたっていうところで、やりたいそのサッカーの、まあ、バリエーションですね、そういったものが、まあ、増えていくと思いますので、まあ、そういったところをね素直に期待していきたいっていうのもありますし、またこうしてねまだまだ若い選手なので、どんどんやっぱり J3 は結局走り勝たないとね、勝てないリーグだっていうのは、まあ、皆さんもね J3 を見て、まあ、何年もだと思うんですけれども、やっぱりそういったところで、とにかくスタミナがあって走り切れる選手っていうのが今は求められていると思うので、まあ、そういった意味でもこの久保田選手には、個人的にも非常に期待していきたいなというふうに思っております。ということで、今回はですね久保田和音選手が FC 岐阜に新加入というところで、軽く紹介をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。